こんにちは2021世界海洋フォーラムに参加することができて嬉しく思います多くの方がオンラインで参加していますがフォーラムの重要性は大きいと思います富山の皆様にご挨拶申し上げます今は海上海洋分野において大事な変化の時期であるだけに本フォーラムでもこれをテーマにしていると思いますオーシャントランスフォーメーションは時代的な 課題であります。中核メインは未来のためのスマート環境管理であると言えます。海上の炭素排出の削減から水産業の未来、海洋生息地の保護まで変化のトレンドは明確です。鍵は海洋業界がそういう 変化を先導してリードしていくかまたは連れて行かれるかにあると思いますそういう課題も存在します気候変動の議論の中心にありますがまた気候変動に対する技術的な解決策は不十分であります海洋汚染乱獲などによる海洋生物の個体数が急激に減っています今海が 変化しています非規制漁業である IUU 漁業は乱獲がもたらす地球規模の悪影響をもたらしています。IUU 漁業は魚類の個体数の持続可能性だけでなく海洋生物の多様性水産物の商品に依存している経済に悪影響をしています。最近 IUU 漁業の 緊張感が高ままっています海岸国の水資源が影響を受けています。漁業関連法を制定し、執行できるよう、そういう力をつけるようにしていく必要があります。環境、経済、海上安保のために水資源を管理する必要があります。健健康康なな地球健康な海を長い間 保護するためには今すぐ行動する必要があります近い未来に実会の国際会議が開かれますが環境保護のためにいい影響をもたらすことを期待します私は COP26 に参加しますその総会で海上産業に大きな影響を 与えるカーボン削減の合意ができなければ大きな問題に直面するでしょう2022年中国の COP16 も生物多様性という目標のために同じような行動が求められますこのようなトレンドとともに環境問題に対する出産の規制も 明確ななものになりますその理由は最近の CO2 削減の戦略を発表して国際海運を初めて戦略に盛り込んでいます。今後は域内の港に入る船舶に対して排出量の50%に炭素税を付加する予定であり停泊する船舶の場合 独自のエンジンを使用せずに、港湾施設で供給する電力を使うことが義務付けられます。また、税金のインセンティブも提供されます。今年春。自国の排出権取引制度に含まれる予定が予定がありました。 具体的な方法はまだ公開されていませんが、すぐ公開されるでしょう、アメリカもまだ明確な計画を策定していませんが、CO2 と環境問題に重点を置いているバイデン政権も、すぐ行動に移すしかないと思います。ジョン・ケリー特使もここれについて言及したことがあります。 アメリカの議員は一方的なアプローチに慎重な姿勢を示していますアメリカが他国の負担を受けるのは望ましくないと思っています特に中国がそうですこのような状況下での対応が IMO にとってはちょっと難しい状況になっています主な加盟国が独自の規制を作る場合規制が乱立する可能性があり運営が難しくなる可能性があります 海運と航空のような産業はグローバル的なアプローチが必要です。より進化したグローバル的なアプローチを調整する役割を果たすべきです。国際的な合意を見いだすのは難しいことです。そういう課題が多いので野心的な目標に合意することが難しく。 またそういう戦略が先頭に立っています IMO の加盟国が協力してグローバル的な信頼できることを構築する必要があります CO2 排出削減のための対策が必要です港とその周りの環境規制に対する共同意見も必要です 早期達成のために技術開発への財政支援も必要ですレッドゼロ戦略を推進するインフラを構築できるようにする必要がありますどれも簡単ではありません技術的解決策がない部分はもっと難しいでしょうしかし幸いなことは業界が急速な技術開発の必要性を認知しているということです 排出量の大幅な削減を目標にしており他の企業も同じ道を行くべきでしょうしかし技術的な解決策はまだ確保できていません水素が港で重要な役割を果たすとみられますが水素は体積が大きいため長距離運行にはあまり向いていませんアンモニアも活用できるんですが体積の問題はないんですが 属性があるのでまた環境的な問題がありますバッテリー電力は長距離よりは短距離フェリーに供給ができますマスク車はエタノールに注力しています最初に短距離飛行に使う案も出ましたがまた活用されていません 待機中の炭素を集めて、えー、燃料を作る技術を作るシス,テムをシステムを推進しています。どの技術を採,採用しても船舶の大きさと市場によってそういう変化を導くのは規制です。海苑部門が市場中心の配置と 排出権取引制度に編、えー、入されることで、費用への負担が大きくなるでしょう。こういう流れに参加しなければ、費用は増加し、市場のシェアは低くなるでしょう。気候アジェンダは、海洋環境の問題やトランスフォーメーションが必要なところの一部にすぎません。 生物の個体性と生息地の減少、海洋汚染の悪化によって被害が大きくなりました。それを取り戻す必要があります。ヨーロッパ環境省は生物多様性の変化は気候変動の同,様同等レベルの深刻な問題だとしました。絶滅危惧種は2500に達すると推定されます。サンンゴ礁とマングロブ 堀が破壊され、南米の海洋生物が減少しています。人間が住んでいる周りの生息地の被害が特に大きいです。人口数万人の命が海にかかっています。幸いなことに、規制が望ましい方向に進んでおり、海洋保護区域の指定も出されていますが、 他の地域は、行き届いていない地域は深刻です。大きなスケールの産業的業が海洋生物を破壊しています。このような問題を先決する必要があります。業界は海洋環境の改善のための意識改善が必要であり、海環境の復元が必要です。 炭素取引で得た収益をもとに活用する方法とスマート技術開発途上国の支援などをお話ししましたそれを支援金を研究予算に使ったりするのはいけないということですこの財源は業界が環境に被害を与えて得た収益なので そういう収益の多くの部分は海洋環境を改善することに使うべきです。意味ある変化を早期に実現できます。私が最近、えー、ある会社が副、えー、行事に参加しましたが美しい珊瑚礁に なっている環境汚染とその会社が開いた事業は驚くべきものでした3号証が回復し始めました3年が過ぎてからは他の生物も活気を戻しました現在世界マングローブのほとんどが 毎年減少しています海洋生物の生息地であり悪天,候による悪天候から住民を保護します。このように消えていく生息地を保護するための活動が多いですがそれは実際の行動につながっていません。しかしかアジェンダ上の優先順位が 上がっています海洋環境保護のための厳しい規制がヨーロッパアメリカアジアなどで移行されることを願いますしかし規制することが全部ではありません環境保護のために取り組むように圧迫する必要があります消費者もグリーン認証製品を 求めています航空業界では恥ずかしさを感じさせる戦略が強化を上げています政治的圧迫も大きくなっています海運業界も近いうちにそうなると思います環境団体が環境に悪影響を与える産業に圧迫を上げるキャンペーンを開い 開いていてます車は10年内にディーゼル車を禁止する可能性がありますが10年内に海運部門のネットゼロを達成することを期待することは現実的に難しいと思います。それではオーシャントランスフォーメーションの第一,一段階を実現するためには何をすればいいでしょうか。 社の産後賞復元事業は価値ある事業であります。再現は業界内で、またグローバルレベルで排出権の取引制度から設けるべきです。廃棄物による環境復元事業はリサイクルに活用されるべきです。マングローブの破壊地域の復元などによって、 生息地ををさせ酸素炭素を吸収すすればいいですそれは今すぐできることでですそれではオーシャントランスフォーメーションの未来の姿はどのようなものでしょうか。技術開発を促進する国際的な規制を調整することができるようになります。国連の2 0 5 0ゼロ達成のために必要なものです。 そして IMO がその中心になって役割を果たすべきです。技術の役割も部門別に様々であるため技術の中立的な立場も重要です。できるだけ環境破壊の部門はなくなり財政的な負担をかけるべきです。水水や 既存既存の予算を当てるための目的で使うべきではありません。変化する海はより健康な海です。これから私たちの海が。また再び。健康な海に戻れるようにすることが。海運業界の役割です。ありがとうございました。